皆様こんにちは、くだです。ローソンで甘いものいっぱい食べたい。ローソンのお芋スイーツいろいろ出てるから食べてほしいみたいな感じのリクエストが来ていましたので、秋スイーツローソンバージョン新作商品を中心に買ってきました。いただきます。板チョコアイスの白バージョン、今回はさすがに大丈夫そうじゃないですか。うん、大丈夫、美味しい。チョコレートバージョンのやつ、あれね、1回か2回食べたことあるんですけど、それより全然こっちの方が好き。ザクザククッキークランチ入りということで、口どけ滑らかなバニラアイスにザクザククッキークランチがホワイトチョコに混ぜ込まれてると。板チョコのザクザク食感ももちろんあるんですけど、クッキークランチが入ることによってさらにもっと美味しくなってる。ホワイトチョコを引き立たせるためにほんのり塩味を効かせているみたいですね。若干ね、塩っ気感じます。この説明見た後に言うのはせこい感じもしますけど、確かにどこか塩気を感じます。めっちゃ好きこれ。プレミアムロールケーキ濃厚ショコラ味です。ローソンさんといえばやっぱりね、このプレミアムロールシリーズ大人気だと思うんですけど、それの濃厚ショコラ味、いただきます。うわ、すっごく濃厚でプレミアム。これも美味しいな。うわ、久々にプレミアムロールケーキ食べたけど、ほんと美味しいこれ。ローソン、ほんとにスイーツ美味しいな。チョコスポンジの部分はふわふわでカカオの香りがすごくします。中のショコラクリームが本当に上品な甘さしていて、ビター感も確かにあるんですけど、苦いっていう感じじゃなくて名前負けしてないプレミアム感もちゃんと感じます。贅沢なチョコレートロールケーキ食べてるなっていう、そういう感じです。めっちゃ美味しい。うん、おいしい。今日もお芋さんのお芋大福です。視聴者さんはね、これが一番気になってたと思うんですけど、どうですか？リクエストくれた方、うまく割れるかな。せーの、うわー、すっごくね、これ、この感じ見て。手の感触でわかるんですけど、芋がゴロゴロ入ってる。あんまりね、見た目的にはわかんないんですけど、芋の感触をすごく感じます。めっちゃ美味しそう。いただきます。めっちゃ好きこれ。芋スイーツ食べ尽くしてる方だと思うんですよ。レベルが違う。めちゃくちゃ美味しい。何食べてもある程度ね、やっぱりさつまいも感あったりとか、ホクホク感があったりとか、いろんな表現してきたんですけど、これはね、お芋さんです。さつまいもクリームというよりさつまいもなんですよ。めっちゃ芋芋してないですか。まんま美味しい焼き芋が入ってるって感じ。やばい、これはめっちゃ好きです。うん、トロトロの焼き芋のところと食感をちゃんと感じるブロックのさつまいももところどころに入ってて、焼き芋を大福のお餅で包みましたよみたいな、そんな感じ。これはやばいです。うん、ジュワバタ塩メロンパン、これもね、新発売なんですけど、表面がバタークッキーみたいにこんがり焼けててクリスピーな感じになってます。メロンパンなのにこの焼き色半端なくない？ちょっとこれ絶対美味しいよ。塩メロンパンということで、ところどころにね、塩の結晶が見えます。これ岩塩かな。結構ボロボロ落ちるから食べるの難しい。ちょっと待って、これ何これ？バタークリーム的なものが入ってるんですよ。常温に出した状態の溶けてないけどトロトロのバターみたいな、そんな感じのものが中に入ってるんですけど、塩バターなんですよ。ほんのり塩気があって周りはサクサク感の強いメロンパンって感じで、新しいな。めっちゃ美味しいこれ。ふわふわ感はある程度あるんですけど、基本的にこの表面の部分がザクザクしてるから、結構そっちの食感の方がメインで感じます。
空洞ができるぐらいなんで、たっぷり詰め込まれてるわけじゃなくて、下の土台のとこに塩バタークリームがじゅわっと染み込んでるっていう、そういう感じ。絶対に温めても美味しいやつです。このバタークリームが完全にね溶けてるわけじゃないんで、温めることによってバターがとろっととろけて染み込むんですよ。このメロンパンにまた違った美味しさが味わえると思います。うん、食べにくさ以外は100点満点。続いてお芋さんのカヌレです。このカヌレも視聴者さんからの情報で買いました。秋のスイーツコレクションっていうのが今やってるんですね。本物の芋が乗ってます。かわいいねこれ。せっかくなんでこれもちょっと割ってみます。せーの。うわ、絶対下手。どうどんな感じ。あ、めっちゃ焼き芋じゃん。なんかやっぱりローソン神ってるね。色がもう焼き芋じゃん。ではいただきます。独特な食感ですね。舌触りがすごく滑らかで濃密って感じ。すごくねさつまいもの蜜を感じます。この中から。外はカリッとしてるんですけど、しっとりもしてて、これもめっちゃ美味しいな。表面はねこんな感じでこんがり焼かれてて、砂糖を焦がしたような香ばしい味がするんですよ。キャラメリゼとはまた違った香ばしさがあって、これはこれでめっちゃ美味しいです。甘さの美味しさがギュッと詰め込まれてます。リクエストしてくれた方ありがとうございます。これめっちゃおすすめでしたよ。うん、カリッもちって感じ。口の中がずっと幸せです。プリングスのおつまみ海苔味です。最近海苔塩味にハマってて、ファミリーマートの海苔塩のポテトチップス食べるのが最近の僕の流行りなんですけど、ローソンに行ったらこれを見つけて、プリングスで海苔味なんかあるんだと思って思わず買っちゃいました。おお、なんか、あ、いいね。なんかどんどんなんか無限に出てきて、無限。あ、びっくりした。終わった。めちゃくちゃ海苔じゃない。プリングス食べるときはね絶対ね2枚食いなんですよ。うん、2枚。ほら、思ったほど普通というか、期待してたほど海苔感はそんなに感じなかったかも。海苔たっぷりって書いてるんですけど、見た目ほどは感じないという。白いスフレチーズケーキです。上の真ん中のところはねこんがりちょっと焼き色がついてますね。チーズケーキの中でもスフレチーズケーキ僕大好きな方なんで、そんなスフレチーズケーキ好きの私が食べたら一体どんな反応をするのか、食べていきます。スプーンを入れただけでシュワ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 って音がします。すっごい。これはいただきます。うん、クリーミーさも濃厚さもあるんですけど、甘いだけって感じかも。チーズ感はね確かにあるのはあるんですけど、もっと濃いチーズがいいというか、チーズ風味の甘いスフレケーキみたいな、そんな感じになってますね。下の部分はすごく薄くスポンジ生地が敷かれてますね。もうちょっと酸味のあるような味が僕は好きですね、個人的に。で、味変ですね。さっきよりも美味しく感じるかも。コクふわツインシュー濃厚ショコラ味です。最初の方に食べたプレミアムロールケーキのシュークリームバージョンですね。こんな感じです。すごくない？見た目がココアパウダーがかかってて、丸い生チョコみたいな、そんな感じにも見えますね。美味しそう。どこから食べようかな。むせましたね、ココアが。チョコレートが全体的にかかってるから、袋のまま食べないと手汚れますね。こんな感じです。溶け始めたんでちょっと袋にリターンします。うん、
中身はこんな感じです。さっきのねプレミアムロールケーキの真ん中に入っていたショコラクリームみたいなものが入ってますね。しかもたっぷり入ってます。めっちゃ美味しいこれ。うん、この前コメダコーヒーの動画あげたんですけど、僕がいつもね食べる明太クリームパスタっていうのがあって、それに塩をかけたんですよ。もちろん明太子がたっぷり使われてるし、ある程度ね塩気はあるんですけど、僕的には結構ね味濃いのが好きなんで、さらにね塩をちょっとかけて食べた方が美味しく食べれるなと自分は思ったのでかけていたんですけど、10人ぐらいから怒られちゃった。はい、怒られたというかドン引きされました。塩かけすぎててドン引きしましたっていうコメント来て、減塩してくだくんっていうコメントも来てて、いや気をつけますとか言いながら海苔塩味のポテトチップス食べます。だって塩美味しいじゃん。うん、なんだかんだ進むなこのポテトチップス。プリングスのいいところって結構塩っ気が控えめな方だと思うんですよ。例えばカルビーさんとか小池屋さんのポテトチップスとかと比べて塩味がね薄めなんですよ。そこが逆にね僕は好きです。美味しいこれ。うん、お芋さんのもち食感ロール紅はるか味です。とうとうこのもち食感ロールシリーズに芋が進出してきた。ロールケーキの部分にもさつまいもが入ってるの分かりますかね。これね6個入りなんですけど、前回同様1個だけ食べようと思います。全部食べるとお腹いっぱいになっちゃうんでね。めちゃめちゃ美味しそうなんですけど、では人前に一口でいただきます。うん、ごめん、うますぎる。もう一口いきます。めっちゃ美味しいこれ。うん、芋がね皮ごと入ってるんですよ。芋と皮を同時に食べた時の繊維質を感じつつもホクホク感もあるよみたいな、芋がゴロッゴロゴロッゴロ入ってます。このもち食感ロールシリーズって甘い系が結構多いんですけど、これはねすごく控えめで食べやすい。もう一個いこう。前回のごまあんこみたいなやつはちょっとね甘かったんで一個で留めておいたんですけど、これはねちょっと思わず半分食べちゃいたいぐらいめちゃくちゃ美味しいです。うん、相変わらずもちもちしてて美味しいな、ロール生地は。これもおすすめですね。驚異の3枚食い。ちょっと待ってよ、くだくん。何か忘れてませんか？ということで、ドーン！ドロラ王です。黒文字で、ハマると抜け出せない底なしのうまさと書いてますね。ドロ、こってり、鶏白湯です。嘘。鳥パイタンね。鳥パイタン。わかる。コメントで絶対言われると思った。くたくん、これはこうやって読むんですよ、みたいな。さすがにこれは読めます。入れればさらに、沼うまいって書いてるんですか、これ。沼うまい。そんな表現があるんだ。前回の時も背脂ちゃっちゃとか、よくわからない言葉があったんですけど、今回は沼うまい。いろいろあるんですね。液体スープと粉末スープ両方入ってます。両方入ってる系は間違いなく美味しいからね。そして沼うまいと言われてる激変ダレ、ピリ辛ニンニク醤油味です。鶏チャーシュー、この4つが入ってたんですけど、このチャーシューだけは先に入れていいみたいです。じゃあこれ入れます。はい、そしてここにお湯を入れていきます。5分待っている時間がもったいないんで、やっぱり食べちゃう。これは結局全部食べちゃいそう。美味しい。まだかな、ちょっと待てないんですけど、もう一個食べちゃおう。これ食べたらもう残り一個なんですけど。うん、美味しい。無限に食べれちゃうじゃん。そろそろ5分経ったと思うんで開けていきましょう。ラオウのカップ麺って高いイメージがあるんですよ。400いくらとかそんぐらいしましたよ。お店じゃん。安い中華のお店とかだと400円ぐらいでラーメン食べれますよね。同じ金額払ってカップ麺として食べるという、そこに価値はあるのかどうか。こんな感じです。お、ネギが入ってる。めっちゃドロドロしてる、この時点で。すごい。天下一品みたいな感じ。ここにさらに液体スープも入れるという、やりたい放題です。うわ、すごい。これもドロドロしてるぞ。お湯が少なくなってくるぐらい、めっ
っちゃドロッとしてる。後からかけた濃厚そうなタレは混ぜていいのかな、いっぱい。すごくない？ちょっとこれ見て。美味しそう、これ。いただきます。ちょっと味濃いな。お湯足そう、ちょっと。めちゃくちゃ味濃いんですけど、美味しい。なんじゃこりゃ。天下一品のこってりの方を食べてる感じ。これは完全に味濃いめが好きな人に向けたカップ麺って感じ。僕は味濃い派なんでめっちゃ好きです、これ。ズル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 っていう音でドロドロさを感じ取ってほしいですね。麺がツルツルでもっちりしてます。美味しい。激変ダレも入れていきましょう。ピリ辛ニンニク醤油が、確かにこの状態だと全然辛さは全くなくて、濃厚な豚骨醤油って感じ。うわ、めっちゃ辛そう。一蘭の真ん中の赤いソースみたいなのが入ってました。うわ、これも美味しそうやな。こんな感じの旨辛醤油ニンニクダレ入りました。うわ、すっごい香ばしいニンニクの香りがする。焦がしニンニクって感じなのかな。担々麺っぽくなりそう。いただきます。入れた方がもちろん美味しいんですけど、これ白米といけるやつだ。鶏チャーシューもいただきます。うん、柔らかくてジューシー。これは沼うまいですわ。味変のタレは色ほどね、そんなに辛くなくて全然美味しく食べれる範囲内の辛さって感じで、どちらかというとね、ニンニク感のが強いですね。めっちゃ美味しいです。秒で完食しちゃいました。じゃあ最後はお芋ロールで締めたいと思います。今日は金曜日ということで、この後ディナー営業が待ってるんですけど、普通にこんなニンニクたっぷりのこってりラーメン食べちゃった。まあ歯磨きすればなんとかなるか。そういうことにしときましょう。ちょっと時間ないんで、あと残り10枚ぐらい一気食いします。これはこんな感じで贅沢にいただきます。結論から言わせてもらうと、2枚食いが一番美味しいね。はい、ごちそうさまでした。本日の第1位はお芋大福。驚くほど美味しかったです。皆様もね、ぜひローソンに行った際には買ってみてください。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。